で一曲おかけしましょう。テレビアニメ中二病でも恋がしたいエンディングテーマ、私たち4人のユニットブラックレーゾンデータルでインサイドアイデンティティ。ああなんかかゆい。いやそうです。なんだろうこの感じ。なんかでも若干あの冒頭のコントみたいなところとか、うん、一周回ってなんか可愛らしく思えてきたよ。なんか頑張っている人たちがとても自分らっていうよりかは可愛らしい妹たちみたいなね、なんか頑張ってるなみたいな距離としては切り離して考え始めた。もはやもはやね同一人物ですよ。そうなんだよ。なんか自分ではないような気持ちになんかもはやね。でもなんかあずみんね、うん、結果あの時とあんまり変わってないよ。髪型もさ、あ本当だ一緒じゃん。短かったじゃん、ちょっと一時期。いやね、時間は経ってるって。全然いや全然本当にまだ制服着れる。大丈夫大丈夫って。なんでさ、とどまらせよう。だって一人で卒業してほしくないんだもん。5年は感じないよね。全然感じないよね。5年前って思うとね。そうなの、そうなの。まやさんもなんかすごい印象が変わりましたね。変わった。髪も変わった。一番変わった気がする。なんか全然違いますよね。色かな？パリピになっちゃった。パリピになってない最近？パリピになっちゃった。いや最近パリピになりたいってずっと思ってたのに、パリピになりたくないって上坂さんのせいで思ってるから。元に戻っちゃう。そう、いろいろあったんですよ。そうなんだ。戦いがあった。二人の間でいろいろあったね。あったんです。バニッシュメントの戦いが。そうなんだ。